待って、俺心折れた。戻る。多分そっちが仕事なんだ。あやばいな、今のやばくない？全然もう一緒だ。タバコ2回行きましょう。行きましょう。はい。やばい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 。うわ、あったわ。こういうのでさ、人を洗脳する感じじゃない？いや、てか待って、今やべえこと聞いた。トイレの作り見て思わなかったないか。いや、別に。ゴリゴリの汗かく。そこちょっと上じゃん。これ全部合わせ鏡になってるから3、3、3。うわ、うわ、最悪。え、ちょっと待って。え、え、めっちゃ怖いんだけど。妻、犠牲料みたいな、でそれに罰線引っ張ってあって、なんか変になってる。え、やばくない？なにこれ、なんなんだろう。いけにえってことじゃないの？え、そういうこと？やっておかしくない？死が出てくるの、ここで。うわ、気持ち悪い。ちょっとこの上、ま、なんかもっとやばそうじゃん。うわー、待って、壊した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 。そう壊した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 。男だわ。よし、俺先行こうか。先行って。うん、じゃあ。うわ、めっちゃ怖い。ちょ、回して見てほしい。よし、俺先行こうか。先行って。うん、じゃあ。うわ、めっちゃ怖い。ちょ、めっちゃ怖い。ちょ、めっちゃ怖い。ちょ、何？開けすぎててめっちゃ怖いよ。うーわー、え、ちょっと、うわ、寒気するわ。絶対ここでそういう儀式やってたんじゃない？さらに上あるじゃん。写真ね。うーわ、うわ、怖い怖い怖い、もうやだわ。うわ、めっちゃ怖い。写真ある。あ、待って、めっちゃ、うわ、うわ、最悪。ごめん、ちょ、二人じゃ無理だ、ここ。これ全部そうだ。多分二階だったらね、気持ちわかるよ。多分もう無理だぞ。下見てもこれもう写真。うわ、待って、やばいわ。で、見て、ここ二人じゃこんなとこ探せねえもん、怖くて。やば、写真とか、もうめっちゃあんねん、ほら。マジ無理だ。無理。やめよう。エメチじゃん。カセットテープもある。うわ、もうちょっと見たくないよ。なんでもあるじゃん。これ以上危険なんでやめていいっすか。危険やろ。まあでも3階ちょっと。ちょっと3階覗いて。行って、あの、行ける人行こうと。それは一周しなくていいの？そうだね、したいよね。いや、もう、ね、怖いんでしょ。俺もう無理だ。怖いとかじゃない。もうダメって思ってる。俺誰かがいればいけんねん。俺二人だと。じゃあ俺直感がもうダメって言ってる。あ、俺でも行くべきなのかって。でも、てか、あの、気になんない。今、声聞こえた。聞こえました。今じゃなくて、しかもなんかメロディーみたいになった。俺でも行くべきなのかって。でも、てか、あの、気になんない。今声聞こえた。あの、気になんない。今声聞こえた。あの、気になんない。今声聞こえた。今、ふぅーみたいな同じ。全員聞こえてる。全員聞こえてる、全員聞こえてます。俺はもう抜けるから。誰か正義と一緒に行った方がいい、そしたら。いや、てか、行きたいのかどうか、無理に行かなくていい。もう、やめた方がいい。3階は覗いておきたいかな。タボ3階行ける？いや、俺も行こうと思えば全然行ける。じゃあ3階2人で行って、2階はじゃあ俺らここで頑張って、それ以上の1000階やめようか。そうしようか。うん、3階上がってます。うわ、めっちゃ張ってあるじゃん。うわ、もうマジでもう本当に怖い。うわ、やべ、鳥肌止まんね。狂ったように押してんだよ。いや、なんかマジ、なんか本当なんか行かれちゃった感じで張ってあるね。なんかもうよくわかんねえじゃん、もうなんかストーカーみたいなさ。うわうわうわ、もうやばい、もうキモくない？なんかち
ちょっと待って。待って見てたの。うわもう何？あ、切れた。ああ電気切れた。もう電気切れた。照明電気切れた。もう急に切れるやん。降りよう。ダメだ。じゃあここブラジャー切ってやるしょ。切ってほしいらしい。全部でいいよ。やばい。マジ？いろいろとやばいよ。ちっちゃいもん、うん、早くやったら行きましょう。行ってくるわ。いつまでもここに行けば、うん、景色だけ撮るから。めっちゃあったじゃん。うわうわもうマジでもう本当に怖い。うわっ、なんかこれはもうね、狂ったようにしてるみたいな。怖いな、ミンの怖いやつあったな。今写真に、うん、待って、マジでやばいかなんとなくで見て、タツキに見せる。多分やばいと思う。これには多分やばいものに見える。なんだよこれ。何これ、もう見たかんね。待って、見てたの。やばくない？ちょ、やばくない？もう何？おー、電気切れた。もう電気切れた。降りて、タボ降りて。タボ降りて。タボ、やばい。いいよ、もうカメラとかもいいわ、もう。行ける人行こう。怖いでしょ。俺も無理だ。もうやめた方がいい。いや、3階は覗いときたいかな。俺も行こうと思えば全然行ける。正義一人じゃ危ない。まあ、いるんだったら。だから、いる奴らで先に、なんで帰ったかを話さないといけないね。うん、そうだね。サムネの素材を撮ろうと思って、うん、大きい部屋2階のあそこの写真を撮ったのよ。たつきのが iPhone12だから、なんか一眼みたいにシャッタースピードをいじれるのよ。シャッタースピードってやつ落とすと撮るまで遅くなるんだけど明るくできるのね。その画面がもう俺はレンズ越し、まあ、レンズっていうかもう画面越し見えてて、うん、なんかやばそうなのが見えてるのね。ちっちゃくシャッタースピード押してポッてカシャってなって完成品を見た時に、うん、あ、アウトってなって、え映ったってこと、直視できなくて。だから次に一応これ見てって言ってこの辺つって見せたの。うん、じゃあもうタツキも、あ、もうアウトですと。いやもう超アウト。マジで、マジでレベル違うってことで出てきたんですよ、うん、その画像から見せますもん、先にもう手っ取り早いんで、うん、こちらがその画像になります。これ何、いやもうアウトでしょこれ。首つってるとやばい。マジで言ってんの。これつってるってこと。肉眼ではね、あんま見えないんだよね。そう、見えない。まだけど、あの状況下で、あのパニック度で、これを見たら、出ようってなるんですよ。いや、まあ、もうマジで。そりゃそうだろう。さすがに、本当の人間ではないと思う。笑い声来る、笑い声来る。子供の笑い声。何が。子供の笑い声来るな。こっち側から。もうここも離れなきゃダメ。え、すげえ、なんで聞こえなかったの。誰も聞こえてない。そうだね。これが本物ではないと思うんですよ、うん、一応マネキンとかを吊るしてるだけなのかもしれないけど、どちらにしてももうちょっと尋常ではないんで、うん、森抜きでなんか俺変な直感が当たるから、別になんかコメントでどう言われようがどうでもいいと思って止めようとしたのよ、うん、本当に危ないと思って。そんぐらいもうやばい感じがした俺は。いや、それは多分みんな思ってる。いや、本当に。いや、だけど、撮影続行できてたじゃん、まだ。まあ、まあ、まだ。メンタル的に、うん、俺はもうそれは度外視して絶対止めなきゃいけないって思うレベル。何か起きてからじゃ遅いって、うん、ってことで、俺はあんま覚えてないっす。だからもうそれがやばすぎて、多いっすよ、ね、思い出したくないんで。そもそもね、壁が崩れてる、うん、もうあの辺からもう僕の思考止まってるんで。あとはもうお任せします、他のメンバーに。俺はね、ほぼ正義と行動してたから多分正義もわかるけど、うん、一番最初に壁が倒れた、あのなんかあったじゃん、塔、うん、なんていうの、家、うんうん、あそこの出る時のうーっていうあの声、
ビブラートがめちゃくちゃ効いたような人間じゃないような、はい、1個ありましたね。そう、結構声の中では一流だったね。一流ってね、怖さがもう違った、今までとは。一流っていう言い方したら意味が分かるわ。分かるっしょ、なんかもうベテランっていうかさ、そうそうそう、なんかもう経験値みたいな感じだ。いやでもオーラが半端ない、まあ、もう私レベル違いますみたいな、うん、まあこれも聞いた人にしか分かんないよ。まあそう、多分そう、いやもう、ね、まあ、余裕を感じた。よく分かんねえな。月もね、今までいろんな怖いとこ行ったんだけど、唯一一人で絶対入れないなって思ったって言った月行ったんだ。ああ言った言った。いやあれだけは無理。他は抜きで行けば行けるみたいな感じらしいんですけど、平瀬はね。で女子トイレで、そう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 、合わせ鏡、まあ、まずトイレが入って、うん、ドーンみたいになってるわけ。そうだね、うん、男女なのね。それが、あ、それが謎に男女なの。やばいよ。え、体格上にいるよ。そう、トイレおかしいじゃん。覗けたりするわけじゃん。うん、だから一緒の部屋で、そういうのがあるから絶対部屋ごと違うわけじゃん。男子と女子、うん、部屋一緒で男子女子一個、女子トイレの部屋にだけブラジャーみたいなのが下着が乗っかってたから、タツキと大輝がそこ見てるときに俺が出るぞっつって、怖すぎて、うん、気づいちゃったんだよね、うん、あのそれもだから直感だよね。いやもうそれ俺が気づいたのは、俺がいる場所が合わせ鏡の、めっちゃ、ああまさにそこだった。そう、いやもう本当やばいよ。あとはなんか下着の種類が全部一緒なのが気味悪いなと思って、うん、まあ、意図的な感じがあってちょっと気味悪い。トイレが違ったけどね、トイレが違った、うん、ああ違ったね、確かに。な、青だって。俺はだからあの最初リボンとターボーと一緒にやれてたときに、やったらずっと足音聞こえてたってじゃん。あれのビビり方マジで異様だった。誰かいる、誰かいるって話じゃん。ほんでいる感じだったんでしょ。いや本当にあれはもう人って隠しにくるぐらい。まあまあそうだね。俺は霊的な現象っていうよりかもう場所の怖さしか目に入んなくて、ターボと回ってる時はね、 2階生贄をほとめかすような資料があったり、うん、さらにあって写真もあるわ、カセットテープもあるでしょ。でも奇妙だなってなって、でまあ結局3階行くってなったじゃん。俺ら前の1階建てのあそこにあって、3階行った時にヤバくてね、上にシールがブワーってあるの。誰かが頭おかしく なる以外はそれやらないから、うん、俺も後半はもうほぼリボンと一緒に行動してたから、まあ一番怖かったのはもちろんそれなんだけど、うん、いろんな書類があった部屋、はいはいはい、うん、捜索してる時に反対側の壁からもう完全に叩いただろみたいな感じでバーンっていう音が、うん、あ、そうだ、多分言ってたね。そう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 、本当に強くバーンって叩いた感じで聞こえたから、なんで聞こえてないのかも分かんなくて、他の人が、うん、それやった人は同一人物なんじゃないかなと思うけどね、壁倒した人もね。攻撃してくるんだよな、正義に、うん、まとめると生き霊とか、うん、怨念による霊が無数にいるんだろうなと、うんうん、何よりも怖いのが人間のその怖さっていうか、生きてて一番その人間の闇を感じたっていうか、うん、なんかあんな闇を感じることに普通生きてたら遭遇しないんで、相当な場所だったなと。まだ多分ねもう一個本堂とかはあったと思うんで、このエリアを 100% 見れてないっていうのはもう全部僕の責任なので、そこはいや僕がもう謝っときますまあでももうあの写真を現場で見ちゃうと無理やな、うん、いやだから一応なんかその皆さんには全部お伝えしたかったんで、うん、まあ本当はね、一応ちゃんと謝っておきたいっていうところで謝って、まあもしこう一緒に行きたい YouTuber の方とかいれば、人数大きくていれば僕リベンジしたいなと、うん、だから今日は無理ですと。ちょっとリベンジしたい方いましたら連絡してください。 S4 つじゃ足りないマジここ。あ、そうじゃん、そういやここ、ね、S、 そもそも S4 だから、うん、足りない足りない、確かに足りねえな。ということで、まあ、なんか表すものじゃないと思う。殿堂入りということで、じゃあ本格寺冷凍 5S、 もう間違いいくらでもいいわ、もう最強だわ。 5S にこのもうキープアウトの車線移動、うん、そうもう殿堂入り、殿堂入ったらダメだ、大殿堂、うん、不思議なのがこれが有名になってないっていう、うん、なんかそうだ、ね、そんなに有名になってないっていうのが、うん、これも闇を感じるというか、そうだよね、そうだよな、こんな怖いんだぜということで、僕らはあのおすすめはもともとしてないんで、間違いない、うん、行く際は自己責任でお願いします。はい、第6弾出張ホラーナイトウィークこれにて終了でございます。うい、後日我々はしっかりお祓いも済ませます。はい、夏は本当にね、今までの YouTube で多分一番っていうくらい気合が入ってますので、うん、この出張ホラーナイトウィークを皮切りに、まあ、いろんな YouTuber とのコラボ動画が上がっていく予定ですので、チャンネル登録をして楽しみにお待ちください。今年はねしっかり100万人っていう数字僕たち
叶えますので、はい、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイビー。ここら辺でした人はいますか？うわー、なんかなったなったなった。ということで一応も多分本当にも思えないんだよこの辺。もう本当に真後ろにいたんでしょ。うん。うわー、あなたのせいですか？スピリットボックスを通じては多分あんまり反応してくれないけど、滝がもうすごい。ちょっと待って、怖いよ、すでに赤いと。これですか？人過酷すぎるな。